おめでとう、郷司真希子。エール。第110話のお話も終わり、第22週ふるさとに響く歌の放送も終了しました。郷司と真希子、よかったですね。郷司のちょっとした勇気だけだったのですが、そのちょっとの勇気を振り絞るのにどれだけ悩んで落ち込んで苦しむのか。好きな人に好きという言葉を言うだけなのに、とても精神をすり減らす。自分の本当の素直な気持ちを伝えるだけ、たったこれだけのことなのに。お腹がすいた、眠い、疲れた、おはよう。そんなことは簡単に言えるのに、好き、この言葉だけが言えない。好きな人に一番伝えたい言葉なのに。後押しをしてくれたのは音でしたね。誰かと誰かがつながるとき、他の誰かがつながっていないとつながらない。兄の雄一が音とつながっていたから、郷司は真希子とつながることができた。もし雄一が他の人と結婚していたら、その結婚相手は郷司に、諦めたら?なんて言っていたかもしれない。つながる。とても大切なことなのですね。郷司が幸せになった第22週も終わり、第23週、恋のメロディー、第111話のお話は。時は昭和27年。雄一は池田と、あの有名な「君の名は」のラジオドラマを制作することに。このドラマは歴史に名を残すほどの名作となります。池田の構想は、3つの家族を並行して描いていくという当時の画期的なもので、社会派のドラマです。当時前例のないドラマで、いろいろ難色を示されたが、池田は自分の企画を押し通します。しかし当時のラジオドラマは全て生放送で、放送が始まるとトラブルが続出。数多くの出演者が病気などで出演できないなど、不都合なことが起こりますが、池田は台本の書き換え、雄一は即興で作曲演奏するなどして、臨機応変に対応しました。この社会派のドラマは、いつしか主役の真知子と春樹の2人がすれ違いを繰り返す、出会わないストーリーとなり、日本中を熱狂させることになるのでした。第111話はこのようなお話になるようです。君の名は有名ですよね。近年ではアニメの君の名は丸もありますが、こちらは昔の君の名はのリメイクではありません。勘違いしている方も多いと言います。マチコ巻きというストールの巻き方が流行したり、放送時間になると銭湯の女湯から人が消えるなんてことも起こったなんて言われています。まあ、銭湯のお話は宣伝のための作り話だと言われてもいますが、それほど大流行したドラマだったのですね。東京大空襲の夜、たまたま出会った氏家真知子と跡宮春樹は、命からがら銀座のすき家橋にたどり着き、お互い生きていたら半年後にまた会おうと約束をする。お互い名も知らぬまま、このような始まりで、最初は社会派のドラマですが、後々恋愛のお話になり人気が出たようです。池田さんがラブストーリーを書く、ちょっと似合わないのですが、エールではどのような展開になるのか楽しみですね。第110話のお話は、夜、一人縁側でリンゴを見つめながら考え込む郷司。畠山、音、真希子が言っていたことを思い出していました。東京に行けばいいんだ。東京に本当に行きたいのかな。東京に行けば、
東京に、東京に、東京に。工事はどうすればいいのかわからなくなっているようでしたね。いや、本当はわかっているはずです。東京に行かせない。このこと以外にないはずです。だけど口から出てこない。頭ではわかっている。言わないといけないとわかっている。だけどそれができない彼の葛藤は続きました。そして最悪なことに、牧子の東京行きが早まったと聞きました。勝手に話を進めた父に怒る牧子。そんな牧子に工事はこともあろうに、牧ちゃんは自分の幸せだけを考えて、俺応援するからさ、と。いつもニコニコの牧子の顔が怒りと悲しみに満ち溢れ、その場を立ち去ってしまいましたね。工事、気持ちとは逆のことを言って、恋愛は時には逆のことを言うこともありますよね。好きなのに嫌い、いてほしいのに離れていく。相手の気持ちを考えすぎてそうなってしまう。相手の幸せを考えすぎていってしまう。彼はその渦に完全に巻き込まれていました。そして小山家では工事がお願いした高原列車は行くが完成し、ほのぼのとしているところに抜け殻になった工事が帰ってきました。そんな彼を心配した雄一と音は夜お酒に誘いました。雄一は兄として彼の悩みを聞いてあげるつもりでしょう。たまには一緒に飲もうと堂々としていますが、はっきり言って期待はできません。横にいる音は、お一つどうぞとつつましくお酒を勧めていますが、ものすごく期待のできる義理の姉です。お酒が進み、浩二は、俺なんかマキちゃんにひどいこと言ったかなと言っていますが、雄一は案の定役立たずでした。酔いつぶれています。音楽以外は期待はしていません。音は、本当に牧子さんを東京に行かせていい？本当は牧子さん応援してほしかったんじゃなくて止めてほしかった。東京に行きたくないはず。このまま行かせていいんですか？だんだん語気が強くなり、畳みかけるように言う音に浩二は、俺は、マキちゃんは一人娘、俺はこの家を継がないと、と、ぼそぼそ言うと、ぐだぐだ言わない。本当に後悔しません？やらずに後悔するより、やって後悔した方がいい。と、吠える音に、浩二はとどめを刺されました。さすが音です。背中を押すというより、彼の背中をどつき回した感じですね。翌日、浩二は走って牧子のところに行き、行くな、東京に行くな、俺のそばにいてほしいと。牧子は、来年もリンゴの花が咲く、一緒にいてほしい。浩二は、その先もずっと、と。二人は泣きながら抱き合いましたね。もう、最初からこうしていればいいものを、思いましたが、回りくどいのが恋愛のいいところというか、ドキドキするというか、とにかく良かったです。そして父の畠山に牧子が東京行きを断った、一緒になりたい人がいると話したら、どこのドイツだと。そこに浩二が入ってくると驚いていましたね。まさか浩二が、予想もしていなかったでしょう。畠山は浩二に牧子のことで声をかけなかったのは、彼が小山家を継いだことを知っていて、一人娘の牧子は婿を取らなければならない、そんな事情があったのですね。浩二の養子の件も母のマサが快諾してくれて、結婚式で雄一が挨拶しました。浩二は
家族のためにいつも踏ん張ってくれました。父が亡くなった時も浩二が家族をつなぎ止めてくれました。いつも浩二にばっかりつらい思いをさせてきました。と涙を流しながら話していましたね。雄一は浩二が苦労していることを誰よりも分かっていてとても感謝していたのですね。泣けました。これから雄一には可愛らしい義理の妹もできて、ますます楽しくなりそうです。父三郎も頭に三角をつけて泣いていましたね。いても立ってもいられず降りてきたのでしょう。しかし、音は花ちゃんに一言。泣いている雄一を見ながら、花の時はどうなるのかしら。覚悟しておきなさい。花ちゃんも、確かに、と苦笑いしていましたね。それはそれで楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。